今日はですね、ちょっとクーラントのね、補充をしてみました。で本当はね、もう夏前とかにね、やる予定だったんですけど、まあやるやるってね、全然こうできてなくて、今日ってね、ちょっと時間もあって思い出したんでね、クーラント補充してみました。でこのね、このなんていうんですか、このクリップっていうんですかね、これ構造がね、ちょっと私初めてじゃないんですけど、車とかであんまり使われてない構造だと思うんですけど、作りは簡単なんでね、取り外すのはすごく簡単です。でこうやってね、引き出した状態にすると爪が閉じるんでね、抜けるんですよ、すぐ。で最後ね、取り付けるときは今の状態で差し込んで、真ん中の出っ張りを押すと奥の方でね、爪が広がるんで止めれるって感じですね。で前回クーラント交換、全量交換したんですけど、それから2年経ってるんですけど、途中で1回ぐらいはね、確か点検したんですけど、今回見たらね、ほとんどね、入ってなかったですね、リザーバータンクに。ただリザーバータンクの奥の方にね、今白い棒を突っ込んで少しだけね、ついてたんで、まあ今日ね、見といてよかったなと思いました。私の知り合いの方が、PCX の2型125乗ってるんですけど、クーラントね、ないまま走っててエンジン壊した方いるんですね。で、その人はね、ヤフオクでエンジン買って自分で乗せ替えて、今ね、元気に走ってますね。やっぱりね、水っていうか冷却水ないとね、エンジン壊れちゃうみたいなんでね、本当はね、こまめに見た方がいいんですけど、なかなかね、エンジンオイルと違ってね、冷却水って見ないですよね。で、これシート下だしね、ちょっとね、普段はあんまりこう気にならないとこなんですけど、まあ、本当夏前とかにね、見といた方がいいですよね。夏場は本当蒸発かなりすると思うので、で私のこれ、PCX、別にね、冷却水漏れてるとかそういうのは一切ないはずなんですね。で、まあ、2年前に全量交換して、で途中で今1回見たはずなんですけど、まあ、もしかして見てなかったとしてもね、2年でね、ここまでね、冷却水減ってたんで、まあ、本当ね、こまめに見てった方がいいですね。で私前に冷却水の補充の動画とか、冷却水全量交換の動画アップしてますので、もしよかったらね、見てください。一応下の概要欄の方にリンク貼っておきます。あとね、動画の最後の方にもクリックすれば見れるようにしておきます。今ね、これちょっとね、アッパーのレベルよりちょっと上に入ってるんですね。もうでもめんどくさいんで、このまま様子見ようと思います。で今ね、動画の右上の方にね、またクリックすれば見れるようにね、ボタンっていうんですかね、なんかそれも置いときますので、もしよかったらね、以前の動画も見ていただけたらと思います。でも今回はね、これで交換とかじゃないので、蓋して終わりです。もうこの状態でね、あと押し込んで、最後真ん中のね、出っ張ったところを押し込めば、奥で爪が広がって外れなくなります。これ簡単なんでね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、どうも見ていただいてありがとうございました。